フランス平和運動の国際フォーラムに参加されている皆さんこんにちは全国労働組合総連合議長の尾端雅子です長い間小学校の教員をしてきましたその中で核兵器の非人道性や戦争の被害加害の歴史などについて 子どもたちと学び合う平和教育の実践を積み重ねてきましたまた現在はこれまでフランス平和運動の代表が参加をしている原水爆禁止世界大会の議長団も務めています今日は日本の労働運動の女性活動家として平和運動の課題について お話ししたいいと思いますウクライナ侵略戦争をきっかけにして東アジアと日本をめぐる情勢が変化するもとで日米軍事同盟を強化し憲法9条を変えて日本を戦争する国にしようとする動きが加速しています。岸田政権は年末までに国家安全保障戦略を改定し 軍事戦略面に焦点を置いた国家防衛戦略とそれに対応した軍拡計画である防衛力整備計画を策定ししようとしていますこの中で明記しようとしているのが米軍とともに自衛隊が他国を先制攻撃全面攻撃する敵基地攻撃能力いわゆる反撃能力です。 反撃能力というと日本が攻撃を受けた場合に反撃をするための能力のように聞こえてしまいますが実は2015年に成立が強行された戦争法安保法制に規定されている存立危機自体の考え方によって日本への攻撃がなくともアメリカに対する攻撃の恐れがあるとアメリカが 判断したらアメリカの要求に沿って自衛隊が米軍とともに敵を先制攻撃全面攻撃できるそういう仕組みを作るものなのです4月に出された自民党の提言によれば反撃能力の対象範囲は相手国のミサイル基地に限定されるものではなく相手国の 指揮統制機能等も含むとされており相手の政府の中枢機能への攻撃までも行える軍事力の構築が目指されていますすでに日米軍事同盟の下でアメリカの敵基地攻撃能力体制と一体となって自衛隊も敵基地攻撃能力を保有し アメリカと一緒に攻撃できる体制を作ることを予測してその最前線に沖縄南西諸島が位置づけられ自衛隊隊ミサイル部隊が次々と配備されていますそしてこの中に米海兵隊が分散展開し臨時の作戦拠点を置こうとしているのです。ひとたび台湾有事が起き アメリカが軍事介入すれば沖縄・南西諸島も攻撃目標にされかねない危険な状況が作られようとしています敵基地攻撃能力を持つことは戦争はしない戦力は持たないと決めた日本国憲法9条のもと歴代自民党政権でさえ防衛政策の基本としてきた 専守防衛の原則を投げ捨て他国を攻撃する軍事大国の道へと日本の進路を根本から転換させるものですだからこそ憲法そのものを変えて自衛隊を憲法に明記する九条改憲が狙われているのです同時にこの危険な大軍拡を進めるために今後五年間で 軍事費を GDP 費2%まで増額させることが狙われています GDP 費2%といえば11兆円超となり戦後最大の2022年度防衛予算5.4兆円にさらに5兆円から6兆円を上積みすることになります財源として狙われているのが 社会保障予算や教育予算など国民生活に直結する予算の大幅削減や消費税の大増税など庶民に対する負担の押し付けです改憲と一体に進められる大軍拡路線は国民生活を破壊するものだということですここ職場や地域で共有できるかどうかが 会見を阻止していく上で非常に重要ななポイントとなっていま,すまたロシアが核兵器の威嚇を繰り返しているもとで唯一の戦争被爆国として核兵器禁止条約に署名批准し核兵器廃絶の先頭に立つように日本政府に対して求めていくことは今、私たちの最も重要な課題となっています。会見 大軍閣ではなく憲法九条を生かし平和外交によって平和な東アジアを構築していくそうした運動をさらに進めていきます日本政府、ナトー諸国政府がウクライナ侵略を口実に軍事・政治的連帯を急速に強めるもとフランス平和運動の皆さんとともに 平和運動を進めていきたいと思っています。